失礼します。何の用だ？新たな教育方法の模索中だ。あ、教育学の本。タイトルは家族。一応真面目に考えてくれてるんですね。先生、だったら一緒に観光でもしませんか？観光？気分転換すればいいアイデアが湧くかもです。当てはあるのか？はい、町の名所ならここに。明日は気分転換をしよう。はい。おお、ここが楓横丁ですか。お前一人か？てっきり他のメンバーもいるかと思ったが。はい、断られちゃいました。ならお土産でも買って帰ろう。はい。あれ、くさい。奴が落としていきました。あの、さっきのはどうやって？なんとなくだ。お前は今朝その服をどうやって着た？どっちの腕から？腰をひねったか？そんなこと尋ねられても。なんとなくです。え、じゃあ先生にとってはさっきのも昨日のピッキングもなんとなく無意識に？先生、リフレッシュです。気分屋だな、お前。あ、これ見てください。次はここに行きましょう。ここも盛況ですね。見てください、ラッキーですね。リリー、止まれ。ん？おー、綺麗ですね。この抱きしめたくなるような絶景を忘れるな、リリー。この風景を忘れるな。世界は痛みに満ちている。守れるのは僕らスパイだけだ。だからって捨て駒になれと？リリー先生、あなたにはついていけません。コードネーム花園、先狂う時間です。ただの麻痺毒ですよ。お前もバカだ。この毒私効きません。得意体質ですよ私のね。灯火の解散、それくらいはできるでしょ。逆らうならこの毒針を打ち込みます。生きるためか。お前の努力は認めるよ。仕掛け、いつ？これも夕べのうちに。諦めろ。昨夜お前が部屋に入ってきた時点で僕は襲撃を察したから。解毒剤を出せ。私の負けです。わかりました。部屋にうっかり忘れてきたみたいで。足かせの鍵は？先生、解毒させて僕が鍵を開ければ済む話だ。この状態で見つけられては交渉にならないからな。ちなみに船が沈むまであと5分。死ぬ気で焦げ、というより焦がないと死ぬ。